2000は2800。これはすごいね。いやー、水原からするとね、なんか一番嬉しくないな。親が続いちゃいましたからね。そうですね、自分の断裂の可能性がまだ残っちゃいますからね。はい、うん、いやー、渋川根性の勘ウーマン、素晴らしいですね。このままファイナル俺は去るわけにはいかないんだ、うん、トップワントップ取って帰るぞと。なんならなんかアクシデントがあれば、はい、トップ3着と決めれるかもしれない、ね、ありえますね。そうそうそう、ありえますよ。そしたらまだ繋がりますよ。はい、さあ大事な親番連チャン、ドラは何、水原が逃げ切るか、それとも太し渋川松ヶ瀬が来るか。手はどうだ、旬が統一、シャーも統一。あ、本一行きそうですね。ピンズの本一、ペン三層かパーマンか。一応ちゃんと三色とかも残ってるからパーワンかな。三層ズバッと引けたらちょっともう一回考慮しようみたいな。三層引いても嬉しくないけど、まあ一応パーワンかな。パーワンから、はい、渋川今得点差をじっと見て考えていました。松ヶ瀬、んこれ松ヶ瀬としては、はい、ハネマンツモでも変わらず9本馬ね、9本馬か、36ね、あ、ツモですね、ね、うん、まあ、基本的にはもうツモで考えるしかないからな。ツモった役、あ、ハネマンは 18,216 届かず。そうですね、ハネマンツモでも松ヶ瀬はと、着順が上がりません。上がりません。倍積もでやっと2着かな。うん、倍満ってどうやってやるんだろうね。何を2枚引けばいいのか。イーズもダブナン、ドラさん赤、186、あ、それでも2、3着にもならないのか。うん、羽積もは全然ダメですね。うん、あー、何個落ちてきたドラ。うん、なんか正勝さんはね、なんて引けば一応倍満の可能性あるなと思ったんですけど。あー、なるほど、かなり整ってますね手が。なん、そっか、チートイにすればいいんだ。リズモチートイ、ドラドラ赤裏とかね、裏が簡単キャいらんと同じやりましたね。ファーソー一切れ、急走一切れ、チュンがションパイ、ションパイから、そのチュンをポンしたのが渋川。あー、なんか水原的には一番嫌なとこにポンされちゃいましたね。はい、いいシャンテンですが、取るか取らないか。うーん、崩した、取らないね、こんな安いのはいらん。リアンシャンテンに戻して本一を狙います。はい、最低 5% うまくいっては、まあ、これでもうさっきね考えで言うと、はい、上がって終わらせてもあるよね。これは今ローマンと数層のシャンポン待ちで転敗をしています。そうですね、マンズの馬強がねめちゃめちゃいい、ね、想像もいいですよ。なるほど、差し子だ、差し子かダブナン、うん、いいと思います。差し子になってもなかなかバイマンにはならんけど、リーズも3色赤浦さんですね。浦さんですもんね。まあまあまあ、でもやるだけやると。これ次のリャンピンは中だけど、リャンピン切らないかもな。もうピンズの本越やってますって川に書いてありますからね。でもこのまま降りててもどんどんトップ目が離れちゃうんですよ。そうなんですよ、だから一応チートイ粘りを考えるとソーズ外しとかもありますね。ここはペーションパ打っていった、うん、天敗だ。いや、あ、ごめんなさい、くっつきですね。スッチー、イースチーピーのくっつき、はい、いいですね。一通もあるし、ちゃんともあるし。さあ松ヶ瀬は三層ウーソ、赤ウーソあるな。うわ、またしょんぱいの白か。三沢はね、親に打つのだけやらないですよ。あ、でも行ってるね。うん、来ましたね、すごい攻めてる。まあ、天敗だよ。あ、ごめんなさい、すいません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 、いいシャンテンです、ごめんなさい。一個ずつ早いね、すいません。大丈夫、そんな夜もありますよ。はい、そんな夜ばっかり。はい、一枚切れ、うん、まあこれはねもう引き領域でこのままのイシャンテンを維持ですね。きた、いや、これ最後の3層じゃない。本当だね、ウーソ赤あるよ、赤ある、一発赤は逆転っていうか、ウーソ誰も持ってない。ピンソクズも3色赤赤だと、まあ裏一個足りない、裏一ですよ。でも一発赤ウーソ裏一は、はい、昔誠一さんがやってましたよ、チーマンでね。あー、ウーソ赤じゃなきゃいいから、赤じゃなきゃ、赤じゃなきゃいいから、一発赤ウーソ裏一はちょっとした伝説になりますね。まあ2着ですけど、はい、でも2着になったらすごいよね。こっから2着になったらすごい、すごい、ウーソー2枚山、1枚は赤ウーソーね、赤ウーソー一発はいいピンか、そうくっつきシャンテンはキープだけど、一発でロスは打たないっていうね、バランスを取った。あー、さすがに無理か、ここでなんかそれは無理よ。でも確かにバイマンだけしかねダメよって言われたら、ローワン統一落としありましたね。ありましたね。あるけどないか。あるけどないですね。いや、わかんないけど、あ、でもまあバイマンしか絶対ダメだろうな。
絶対ならそうです ね絶対ならなんかそうする。いやでもな、結局な、一発と裏にかけるのと何引くのって何引く確率の方が低そうだしな。うーん、嘘あるよ2枚、ね、1個赤いよ。リーズか、リーズも3色赤赤裏裏になったとかね、はい、だからドラ表にシャーカウーワン、あーショースも2回あります。あでもこれね、椅子を引いた時にね、ローソー、あー来た、すげー、すごいね、一旦諦めたけど、で難しいな。でもテンパだからな、今度は。さっきはイーシャンってなったけど、これ乗り切ったと1回。そうですね、ただ打ったら4まである。そうですね、赤がね見えてないし、でもどっちかは通りますよね。それはね大体そう、はい、どっちか通るなら渋か選ぶか。うーん、なんかね、切り順とかからローソーを選びそうな気がするな。もちろんリアンピン切ってもおかしくない、ただローソーを切りそうな気がする。選びますね、この人は。わかりません、うーん、選んでほしい。さっきよりローソーが打ちやすくなってることはワンチャンスかな。そうそう、さっきよりはね、はい、たださっきより打ちやすいだけで、打ったら4という可能性非常に高いですよ、ね、そうそうそう、まあはっきり言ってドラの何期って1300ってことあんまりなさそうですもんね。それはないかな、それはないかな。やっぱりかなり宝珠の怖さもある。あ、渋川、まあ少なくとも3人落ちますからね、ドリブズの。ああ、ここは男の決断。逆に男って日本語合ってんのかな。でもうん、これは本当になんていうか、うん、なんだろう、行きたい気持ちを抑えて、うん、あのこの人貼ってんすよ、キューピン短期、ね、え、1枚 ありますよ。これしれっと上がっちゃったりしてね、1枚あない、わからない、よく見てない。ありそうですね、あるね、うん、だってバニーゼロだもんね、テニス3ですもんね。ありますか、ありますね。うわー、カウピンだって怖いね。これキューピンにひょっこりだったりした、もうパーフェクトゲーム通ってる。なんか知んないけどテンパイロもしっかり取って、これ相手を渡してテンパイ取りませんか。そういうこと、渋川さんテンパイしてなければ。だってあのイーマン長考で切ったってことは結構脳天っぽいですね。あ、そうですね、そうですね。ただ背底で切れるようになったみたいなケースがどんだけあるねんみたいな話かな。まあでもウーピンがもし切れないとしたらね、これでテンパイ返せば、うん、これでねテンパってウーピンみたいなね。あー、ダメでしたか。流局です、努力むなしく。いやー、渋川苦渋の脳天を受け入れる選択になりました。松ヶ瀬もね、よくこのテンパイまで ね途中一度テンパイを外して、ね、散歩のテンパイ外したり、工夫を見せた差し子の3色でしたが、ここは流局、そして最後しっかりテンパイをもぎ取っている。